イランにおける死刑では、イランにおける死刑について解説する。イランはイスラム法に基づく厳しい死刑制度を維持している国であり、死刑執行数は2020年時点で中国に次いで多い。イランの創始者であり、イスラム聖職者アーヤ・トンラール・ホラー・ホメニーは、イスラム教の帰郷、または、改修には資材を適用するように主張した。イランには、一般法廷。 革命法廷、イスラーム法学者特別法廷の3つの裁判がある。革命法廷、イスラーム法学者特別法廷の2つは1申請で上訴できない。主に国家安全保障に関わる犯罪は革命法廷で裁かれ、宗教的な問題に関してはイスラーム法学者特別法廷で裁かれる。中華人民共和国に次いで死刑執行のペースが早いという。また、 2020年の間に国際法違反にあたる公開処刑が少なくとも一件あった。また、イランの正確な死刑執行数は政府による死刑執行の過少報告と秘密裏に死刑執行が行われているため不明である。しかしながら、過表よりいくつかの人権団体によりイランの死刑執行数が推定されているが前述の秘密裏に執行されているため、 推定数より多くなる可能性がある。中マフムード・アフマディ・ネジャードが理事会で演説したとき、国連本部の外で人権組織は多くの女性と子供と同性愛者の死刑囚の一覧を展示したイランは、児童の権利に関する条約に調印しているため、18歳未満への死刑の適用を禁止する義務があるが、多くの子供たちに死刑が執行されている。2008年に、 重罪犯人は18歳を過ぎた後処刑を実行するだけであると断言した。にもかかわらず、1990から2020年の間に18歳未満の少年104人の死刑執行が報告されている。さらに、2016年6月時点で18歳未満で犯したとされる罪で死刑を受けているイランの死刑囚は162人いた。そして、 死刑執行された少年死刑囚の中には51歳男性に強制成功されたにもかかわらず純潔に対する罪で2004年8月15日16歳少女がイランの公共広場でクレーンによる公主刑に処せられたさらに他の少年を強制成功した罪で19歳男性が2016年7月18日に死刑執行されているまた 冤罪による死刑判決が行われており、クルディスタン自由生活党と革命防衛隊の銃撃戦により、革命防衛隊のメンバーを死亡させたとして、神への敵意と地球を堕落させた罪で17歳少年を拷問にかけた上で自白を強要し、2012年1月に死刑判決を下している。そして、国際批判を交わすために強制成功をした罪で17歳。 少年二人を逮捕した上で、無知などの拷問をした上で、2017年4月25日に、南部シラーズの刑務所で秘密裏に処刑された。ヘロイン、モルヒネ、コカイン、LSD、メタンフェタミン、または類似の薬物を30グラム以上所持していた、場合。ただし売却が完了していないか、取引量が100グラム未満の初犯の場合は、死刑は適用されない。 取引量が合計で30から1 0 0ムの再犯者は死刑である。5000 5 0 0 0ロ5ラム以上のアヘン、大麻樹脂、または大麻を所持していた場合。ただし売却が完了していないか、取引量が2 0ラム未満の初犯には死刑が適用されない。また、5から2 0ラムのこれらの薬物所持で3度有罪判決を受けた者は死刑である。違法使用のために、 処方薬、または工業用薬品を 5kg 以上所持していたもの、または5から 20kg のこれらの薬物所持の再犯者は死刑である。違法薬物製造目的の決死の栽培、または大麻の栽培で有罪判決を受けたもので再犯者は死刑である。麻薬を所持している間に暴力犯罪を犯したもの、あるいは麻薬密売組織の一員であるもの、または 麻薬密売組織の一員であると告発されている、ものは死刑である。ABCDE Amnesty International 死刑廃止最新の死刑統計。https://www.amnesty.or.jp/.human-rights/.topics/. です。ペナルティー スタティスティックス HTML2021 年6月7日閲覧。中米対話基金。デスペナルティリフォーム。2020年9月5日閲覧。コーネルセンター。オンザデスペナルティーワールドワイドデータベース2.5エクセクションスパイヤー、2021年6月7日閲覧。AB、イラン。17歳2人の死刑執行人権団体が、非難。 CNN,https, コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 35136482.html2020 年8月10日閲覧。アムネスティ・インターナショナル。死刑廃止最新の死刑統計。 https www.amnesty.or.jp スラッシュ human-rig hts スラッシュトピックスラッシュですペナルティースタティスティックス html 2020年8月10日閲覧 ab イラン国際法を無視する少年の死刑執行アムネスティ日本 https://www.amnesty.or.jp:/news:/2016/08116255html2020 <話題>年8月10日閲覧。エクセキューションオブ、18ィーエイジがある。 BBC News, b b c ニュース、h t t p コロンスラッシュスラッシュ news.bbc.co.uk スラッシュにスラッシュハイスラッシュ PROGRAMMES スラッシュ 5217424.stm 2020年8月10日閲覧アムネスティ日本97日間の拷問の末にイランの少年死刑囚の実態ハフポスト https www.haffentonpost.jp アムネスティ・インターナショナル・ジャパンイランデス・ペナルティ B9944818HTML2020 年8月10日閲覧ありがとうございます